剣道素振りアプリが完成しました。大人から子供までみんな一緒に楽しく素振りがねできるアプリできないかなと思って作りました。百秋武道具店の動画。ああコロナウイルスのせいで学校や稽古がお休みになって剣道ができなくなっちゃったし、つまんないな。友達とも会えないしな。黙らっしゃい、このおたんこざるが。はっ、その声は切り返し仙人。今がね最大のチャンスなんだよ。え、チャンス？その通り。剣道がねできなくなることなんてね、この先長い人生の中で何度もあるはずなんじゃ。その度にねサルくんはねお休みするのかい？そんなのもったいないと思わないかい？確かにそうかもしれません。ウサギとカメの話を思い出してごらん。カメさんはねウサギさんがね寝てる間もね走るのやめなかったよね。確かにその通りです。切り返し仙人ありがとう、感動しました。今日から素振りやってきます。ギャハー、漫画ジョジョおもろー、うえへへへへ。こんにちは、百秋武道具店の上です。やってますか？おー、皆さん長い間お待たせしました。ついに皆さんとお約束してた剣道素振りアプリが完成しました。ありがとうございます。今思えばですね、4ヶ月前登録者数が2万人になった時に皆さんにそのお礼としてプレゼントします、差し上げますと言ったアプリがようやくこの度完成しました。まあ今回こうやってね素振りのアプリっていうのができたんだけど、まあやり方はね後から説明するけど、普段みんな素振りってやってます？僕はね残念ながらやってないんですよ。全然やってないの。だからどっかで気になってて、ちゃんと毎日素振りやらないといけないなと思ってるんですよ。でもね忙しいの。そんな時に大人から子供までみんな一緒に楽しく素振りがねできるアプリできないかなと思って作りました。楽しみだね。それで今回開発した剣道素振りアプリ、これ皆さんにプレゼントしたいと思うんですけど、どういうアプリかというと、例えば今日素振りをした本数100本なら100本をログインしてここに入力して送信をします。これだけ。そうするとカレンダーが出てこれまでの記録がずっと見れるのね。そしてよ、ここの下に全国ランキングっていうのがあって、全国で、まあもう世界でだよね、やってる、みんな素振りやってる人の中で、今自分が何位かなっていうランキングが出るような仕組み。もうそれだけです。もうめちゃくちゃ簡単。そしてそのランキングも、小学生の部、中学生の部、高校大学生の部、一般の部っていうふうにこう分かれてて、毎月スタートするから、まあもちろんこの累計でもね、順位は出るんだけど、みんなにチャンスがあるようにできてます。じゃあ早速この画面を見ながら説明させてください。素振りアプリの使い方は簡単です。まずはニックネームの登録から、今日行った素振りの本数を入力、そして送信。これまでの記録をカレンダー方式で見ることができます。また全国ランキングボタンを押すと、これまでの累計や月ごとカテゴリーごとのランキングがリアルタイムで表示され、今自分が何位なのかを見ることができます。それでもちろんこの素振りアプリなんていうのは作っただけじゃ全然意味がないんです。だから僕はもうすでに始めてます。今日で3日目です。1日目1000本入れて、2日目1000本入れて、3日目1000本入れて、今日で3000本振ってます。だからもう肩が痛いの、もう上がらないんですよ。でも楽しんでやってます。で、もちろんこのアプリをダウンロードしてね、全国ランキングっていうところを見ていただくと、僕が何本素振りしたかっていうのを見ることができますし、もうね、このアプリ450人ぐらいの方ダウンロードされたみたいで、我こそはって人は頑張って入力して素振りやってもらってます。ありがとうございます。まあ、やるからにはね、目標を持ってぜひやって、まあ、楽しんでやりたいと思うんだけど、僕の目標っていうのは3年後に7段審査があるんで、それに向けてちょうどね、この3年間っていうのがね、いい期間なんですよ。3年間頑張れば100万本素振りができるらしいんですよ。ちょっとやってみたいでしょ。人は100万本素振りをしたらどのぐらい上手になるのか、それをちょっとやってみようかなっていうのが僕の、まあ、人体実験ですね。
新しい企画です。まあ、そんな感じでこのアプリで素振りの本数を記録していこうと思ってるんですけど、そういうとやっぱりね、うわさんそれは違うよ、素振りはね本数じゃないんだよっていう人やっぱりいらっしゃると思うんです。僕も同じです。間違った素振りを何千本何万本振ったとしても、それはね悪い癖がつくだけです。意味がないです。でも剣道上手な人、上手い人が素振りの本数たくさん振ってないかって言ったら、そんなことないです。とんでもない数を振ってるはずなんですよ。だからここは一つね、ちょっと頭でっかちにならなくて、頭で考えずに体で実際に振ってみて、今は分からなくてもその中から見つかる答えがあると思うんですよ。自分の剣道を見直す次のワンランク上に行くためには、もうがむしゃらに振るっていう時期も必要なんじゃないかなと思って、このアプリなわけです。だからせっかく新しいことにチャレンジするんだから、僕もそのまあ証拠って言ったらおかしいんだけど、ちゃんと記録を取るっていう意味でね、自分の素振りをビデオに撮って YouTube、 このチャンネルか、まあ、サブチャンネル作るのかもしれないけど、まあ、どっかに記録を残していきたいと思ってます。そしてやっぱりね、自分の素振りとかもう見られるのも嫌だし、自分で見るのも嫌なんですよ。もう下手だなって思うのね、もう恥ずかしいことばっかり、間違ってる、分かってるんです。でもね、今は仕方ない。だけど3年後素振り100万本振り終えた時に、今と同じ素振りかって言ったらね、僕絶対そんなことないと思うんですよ。もうすごいことになってんじゃないかと思ってますんで、僕も皆さんと一緒に上達していきたいと思ってます。ぜひやる気のある人は頑張りましょう。それでこの素振りアプリなんですけどね、まあ3日前にアップルから審査通りましたよっていう連絡が来て、まあこうリリースされたわけですよ。そしたらやっぱり最初ね、バージョン 1.0 っていうやつはバグが多くて、要するにその全国ランキングで自分の名前が出ないとかね、カレンダーの中で過去に振った本数が出ないとか、ちょっといろいろ不具合出ちゃって、これはまあ今直りまして、新しいバージョン 2.0 っていうのがまもなくリリースされますので、これをよかったらダウンロードしてください。で 1.0 もう使っちゃっててうまくいかないっていう人は 2.0 にバージョンアップしてください。そしたらまあ多分綺麗に直ってると思います。ご迷惑かけました。そして今回は iPhone 版のアプリなんだけど、 Android 使ってる人、もうちょっとだけ待ってください。 Android 版もちろん作ります、大丈夫です。でもちょっとね、やっぱりね時間がかかっちゃうんです。まあ多分 1,2 ヶ月ぐらいかかると思うんですけど、必ず作りますんで、もうちょっと待っててください。そして最後にこの剣道素振りアプリの金額なんですけども、これは当然ね、当然0円無料で考えてます。これそもそもこのいろんな人に使ってもらいたいっていうのもあるんですけど、そもそもこれ開発したきっかけが登録者2万人になった時の皆さんへのこの恩返しだったわけですよ。プレゼントお返し、ほんの気持ちだったわけなんで、これもできるだけ0円でいきたいと思ってますので、ぜひダウンロードして一緒にやりましょう。以上が、お待たせしました、剣道素振りアプリができたよっていうお話でした。ぜひダウンロード先とかはもう説明欄に書いておきますので、ダウンロードしてやってみてください。一緒にやりましょう。僕もこの中いますんで。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。